皆さん、こんばんは。魚井 TV 編集長の白鳥です。皆さん、こんばんは。ゆたろうさん、そうですね、チーム感もつい先ほどアップされていたので、タイミングがちょっと悪いですが、配信のこちらを見ます。いやー、なんか中身つまんなかったら、すごい申し訳なくて、プレッシャーかかりますね、これね。お、いくばささん、こんばんは。マナブンさんこんばんは、マダイチ応援隊さんもこんばんはと、お皆さんこんばんは。そうですね、あサッカー大好き男モンテデオ山形サポーターさん、あー僕モンテデオ山形の担当してますけどね、見に来てくださってる、なんか気になってたんだけどな。はい、まあどうでしょう、あの敗戦から数日経ちましたが、まあ XK さんが言う通り、まあ悔しい敗戦だったかなというところが一致した感情ですかね。ちょっと今日いろいろと振り返っていきたいんですけど、まずやっぱ皆さんと一緒にこう考えていきたいところは、どうでしょう、ベスト8この結果、皆さんはどう捉えてますでしょうか。どうかな。まあこうなんだろう、戦前の時どうだったかっていう感覚とこうね、そうですね、第一応援隊さんが予想通りといえば予想通りかなと、僕全く同じ感覚ですね。そう、サベさんも妥当かと、ちょっとね、このなんていうか盛り上がった雰囲気に水を差すかもしれないんですけど、グループステージはまあスペインがまあここさえ、こうなんだろうな、まあ大きな壁があるとすればスペインだろうと。あ、深夜チームKさん、こんばんは、久しぶりです。そう、深夜さんにちょっとね、ズーム飲み会で最後のご挨拶になったんで、すみません、ありがとうございます。わざわざ入ってきていただいて。はい。なんだろう。まあ、川地さんとかとも話したんですけど、グループステージは結構、対戦相手に恵まれたという見方もされていて、シビアな見方をすれば、まあ、ね、それもあってなでしこがそこで負けないんじゃないかなというところですよね。で、まあ実際連勝して、まあ一気に多分盛り上がったのはスペイン戦だと思うんですけど、まあそこでね、1位抜けしようが2位抜けしようが、まあ多分勝負はベスト8。ここで多分対戦するのが戦前だと、多分アメリカ、スウェーデン、オランダのどれかになるかなと言われてたんですよね。だから本、もうなんだろう、なでしこジャパンの進化が問われるんだったら、ベスト8以降かなっていう話は、僕も多分生配信とかではしていたので、まあ、妥当っちゃ妥当かなというところですよね。で、まあ、内容に関しては、まあ、戦前よりもやっぱポジティブだったかなと。特にやっぱスペイン戦、あのサッカーは痛快で、ね、皆さんも多分こどうだろう、今大会のベストゲームって言われたら、このスペイン戦を選ぶ方が多いんじゃないのかなと。やっぱあそこで一気になんかね、なでしこブーム再び来るのかみたいな雰囲気になったんじゃないのかなと思うんですよね。であそこの勝利でなんかやっぱりチームとしての団結力、もあったかなと。やはり今までこう先発で使われてないね、林選手だったり、やっぱり活躍したり、なんかチームとしての一体感っていうのは感じましたよね。
で、やっぱスペイン戦で何より良かったのは、やっぱり一発目のカウンターで先制したところかな。僕、あれが今大会の日本の最大のハイライトかな。やっぱり格上と言われるチームに対して、ああいう強烈な先制パンチをできるって、それで完全に相手を動揺させる。もうサッカーにおいて、もうあれこそ、生き物というかね、サッカーというスポーツが生き物っていうのを証明してくれたゲーム。だって、コスタリカにスコアだけいったら2-0、スペインに4-0ですけど、ね、普通、実力的にはやっぱスペインの方が上ですし、でも、ああいう試合ができたっていうところは、やっぱりサッカーってメンタルっていうところもすごい重要なのかなということを感じたゲームでしたね。一方で、その内容ってところを見ると、やっぱノルウェー戦、スウェーデン戦では、いずれも高さという弱点を露呈しましたね。失点振り返りましょう。ノルウェー戦は、クロスからヘディングに合わされました。スウェーデン戦は、ここでね、説明しなくてもいいと思うんですけど、やっぱ2つともセットプレー。やっぱここはもう正直すぐに解決できる問題ではないですよね。多分もう高さってずっと言われているし、もうじゃあ高さで対抗できるセンターバックを育てろとかゴールキーパー育てろっていうのは簡単ですが、なかなかそれって非現実的な希望というかね、難しかったですよね。あとは、結構皆さん、スウェーデン総合力で負けた気がするなっていう意見もね、結構多かったんですけれども、やっぱりなでしこジャパンが強みを封じられた際の、ここね、スウェーデン戦の、一応相手のシステムと先発書いてあるんですが、強みを封じられた際の事前策、やっぱりこの2人、長野選手と長谷川選手が、ね、なかなかこういうふうに狙われて、なかなかセンターバックがボールを持っても、なかなかうまい感じでボールをつなげないよってなった時の、やっぱりここがスウェーデンに、ゲームを持ってかれた一因だと。これ多分ね、もうここに見てくださってる皆さんは大体そう感じてらっしゃるのかなと思うんですけど、で、一方で、この2人は守備面では途中からだいぶ貢献をしていて、だいぶね、ここのケアはしてたんですよね。でもそこでスウェーデンは、じゃあここを防がれたら何してきたかというと、ポーンと、シンプルにセンターフォワード、もしくはトップ下に合わせるボールを蹴ってくる。一つは、事前策というところで、スウェーデンは最初はここからつないで、サイドから崩す形をやっていましたが、もう日本がこの2人がコースを切って、パスコースを限定したきたら、今度も単純にね、当てていく。この次の一手というところで、スウェーデンの方が上回っていたのかなという印象を受けました。これがいわゆる総合力というところの解釈で言うと、そうかなという部分かなと思いますよね。そうですね。だから、ここで、スウェーデンは、やっぱり強みを出し切った印象がありますよね。セットプレー高さで押し切った。
かなと、うん、でスウェーデン戦後ね、熊谷選手は、まあ、個々の成長がチームの成長につながると。で宮澤選手はやっぱ切り替えのシーンでもう一つ相手を置き去りにするクイックネスの部分だったり、カットインしてくる選手にもう一つ寄せなければいけないというようなことも言ってて、で長野選手もやっぱプレッシャーのかけ方だったり、ボールに誰が行くか、いつどのタイミングで誰が出ていくかだったり、そういうところで自由にさせてしまった場面もあったと。前半のビルドアップも自分たちからちょっとハマりに行ってしまったというところでしたね、うん、ただなでしこジャパンね、どうでしょう、方向性、戦う方向性としては間違ってなかったんじゃないのかなと思うんですよね。皆さんどうですか、こうこのチームに今後に向けて希望を抱けたか抱けないかって言ったら、僕は希望を抱けたかなと思ってます。東京五輪のスウェーデンに敗れた時は僕今でも覚えてるんですけど、もうね、このあの時のなでしこジャパンもね、ボールを止める蹴る、要するにファーストトラップをどこにどうすべきかさえ中途半端で、これもう中村憲剛さんを監督にした方がいいんじゃないかなっていうのをずっと思っていて、ちょっとここなんかね、絶望感を、うん、っていうあれだったんですよね。どうなんかもう少しサッカーの基本っていうか、どうもう原理原則というかね、どうやって矢印ゴール向いてますかとか、もうそういう話なレベルだったんですけど、まあそれに比べると今回のスウェーデン戦はそこまで圧倒されたわけではなく、ねうまく試合を運べば勝てる可能性もあったかなというところですよね、うん、やっぱりスウェーデン戦で見せたカウンターっていう形が一つ、やっぱりこの2人縦への意識っていうのはやっぱりしっかり持ってくれてましたよね。東京五輪の時長谷川選手ね、右サイドだったな、うん、僕個人的に彼女は頑張ってたなと思うんですけど、周りとの連動性はほぼなかったんで、うん、ここで、うん、もうほぼ孤立じゃんと思ってたんで、その点このチームに関しては攻めの局面、まあスペイン戦に限れば連動性はありましたよね、うん、そうですね、だから遠藤選手がねスタメンじゃなかったのが悔やまれると、もう結果論になっちゃうんですよね、うん、難しいですよね、うん、いやスウェーデンはもう明らかに、いやここはだってもうなんだろう、ザンビアやコスタリカがなぜここを潰しに来なかったっていう方が不思議でしたね。スペイン戦でもそれなりに自由にさせてくれた。ノルウェー戦もね、思ったより来なかったんですよね。もうノルウェー戦は完全に5バックで引く守りをしてたんで、相手が、うん。本来だったらなぜここを潰しに来ないって、で、実際スウェーデン戦ではここを潰されたら、機能不全に陥ってしまったのが現状ですよね。うん、そうだ、スペイン戦はそうですね。林選手だったから。うん、だからここ、難しいところですよね。だから、うん、だから簡単に言うと、じゃあスウェーデンに何を上回ればいいかって言ったら、一つはもうこの2人がとにかく個人としてもう手のつけられない選手になるか、
そうなったら、だからもう1枚2枚ぐらいのプレスは剥がすぐらいの技量になれば、もう今のこのチームに、まあ周りをこう、なんていうかな、戦術はちょっと置いといて、まあここを中心にメンバーを構成していけば、強くはなるとは思います。ね、この2人が、もう要するに分かっていても止められないレベルになれば、いいと思います。で、まあ、それはなかなかね、そう、難しいっていうね、意見もある。で、じゃあ、あとはどこかというと、僕は2つ、もうこれは、1つは前線からのプレス。これもうね、ずっと、多分試合の生配信見てくれた方は、ずっと、僕のこだわりは多分ね、分かってくれてると思うんですけど、まあ、この3人の、まあ、この3つのポジションにより、前線からプレスが何が重要かっていうところで、1つ、結局、スウェーデン戦、ノルウェー戦、やっぱりクロスとか、高さで来られたら、もうその状況になったらなかなかお手上げだよっていう感じなんですよね。じゃあ、クロスをどう防ぐかではなく、ここら辺でセットプレーをどう、なんだろう、セットプレーをどう防ぐかではなく、どうしたらクロスを入れられないか、ここでセットプレーを与えない風にするにはどうすればいいかってなると、やっぱりその前のアクションですよね。要するに、この辺に縦パスを入れられないとか、ここら辺に簡単に縦パスを入れられないとか、結局この前からの守備を改善していく方が、多分、結果的にこのピンチは少なくなるかなという感じです。いや、前だと思い、僕は前だと思いますよ。これ、わかんないです。池田監督に直接聞かないとわからない部分であるんですけど、僕は敗因の一つは前からのプレスがはまらなかったっていうのは一つ考えているので、結局、前の一人選手が一人で追っかけても意味がない。何のためにプレスをするかっていうところは、ちゃんと理解しておいた方がいいとは個人的には思っていて、これなんだろう。じゃあ、立ち上がりからもうガンガンハイプレスで行くのかっていう考えじゃなくて、僕はある程度行かないといけないんですけど、もう、この後ろの人たちに次どこに出そうかっていうパスの予測をさせる守備。難しいかな。言ってることはちょっと難しかったら言ってくださいね。ある程度最終ラインで取れなくてもいいんですよ。取れなくてもいいけど、こうやってきて、じゃあここにボールあるからガーっていくんではなくて、ある程度、こう来たら、じゃあここ来た、じゃあここ行く、みたいな。で、この選手はこう来たら、ここに入れてくるかなっていう時の、こうね、清水選手がここを見てくれれば、相手は大体ここら辺を狙ってくる。そうなると、まあ、この2人予測しやすくなるから、ここにこの2人が予測しやすいパスコースを、こう、なんだろう、分からせるというかね。感じをするんですよ。それで出足って全然変わってくるので、やっぱりその、清水選手は大会前から予測の部分って言ってたんですけど、もう結構こういうヨーロッパ勢とか、ちょっとこう、なんだろう、フィジカルで優れた相手と戦うところには、やっぱり予測をさせて、やっぱり出足、だからここでプレスがかかってないで、相手がどこにパスが来るかなっていう迷いがあると、詰められないんですよ。どこに、前行ったらもう間違いなく剥がされるんで、やっぱりこの予測しやすいパスコースっていうのを全員で共有できるための前からのプレス、っていうところですよね。
ここが一つポイントです。だからこの、フェルティアンのヒロさんってどこにプレスをかけるかとともにどこを捨てるかも違う。そう、どこに捨てるかで後ろの選手は、あ、前の選手そこを捨てたね、そこを捨てたらそこ行くよっていうこの連携ですよね。うん、そうだ、中田さんが言うようにパスコースの現実というところのボール回収は現代でマスト、本当にそうで、結局ここがもうだ、結局切り替えどうなんですよ、一番あの得点になりやすいのって、うん、失点になりやすいのも、うん、だからここですよね。まず一つ僕が改善すべきはここだと思います。でじゃあなぜ、他の試合ではその前からのプレスがそこまで荒が目立たなかったかったら、まあ、ザンビア戦は要するにもうクオリティが、ロングボールのクオリティがほぼなかったですね、相手のね、うん、あれがあの、なんだろう、トップの選手に合うようなロングボールがどんどん出てきたら日本はもっと苦戦していたはずですよね、うん、あ、そうです、大丈夫、ただ追い回していればいいってわけじゃ、そう、あのこれってね、体力の無駄遣いですから。サッカーって本当頭使って、だって疲れない方がいいに決まってるじゃないですか。だって僕だって自分でサッカーやってて疲れたくないですもん、うん、疲れないで終わるのがベストだし、うん、やっぱりあのね、疲れるのは無駄に走らされてるから疲れるわけで、でもそういう局面はサッカーには絶対出てくるかも仕方ないんですけど、極力そのね、疲労っていうのを少ない方がいいに決まってるっていうところですよね、うん、でコスタリカ戦に関してはもう全ての局面で 相手もね、日本をリスペクトしてたとはいえ、それなりにスペースを与えてくれたん で攻撃のクオリティほぼね、コスタリカはここまで戦った中では一番、まあちょっとこういった語弊あるかも、一番低かったので、そんなに脅威にさらされることはなかったですよね。でスペイン戦に関して言えば、僕の見立てではスペインのクロスはそこまで質が高くなかった、基本地上戦で、総合的、あ、地上戦で数的有利な体制を整えれば、まあ、実際5バック気味にね、速い選手も守備、ここ速い選手も守備的に振る舞って、ほぼねもうこの5レーンのここを全部防ぐ感じで、もう相手の足を完全に止めましたね。で相手はもうサイドからしかないなっつって、サイドからクロス上げると、スペインのクロスはそこまで脅威じゃなかったですよね、うん、というのが僕の感じですよね。はい、でもう一つ、はい、前からのプレスを加えて、やっぱりちょっと皆さんもね、結構コメントを入れてますけど、僕はこの2人を生かす意味でも、この3バックの、やっぱりボール回しのクオリティアップ、うん、ここはこっちの方が重要かなと思ってますね、どちらかというと、うん、なんかね、試合を見てると、なんだろう、前からのプレスは多分僕の考え方と多分池田監督の考え方は多分違うような気がするんで、あまりそこに注文をつけてもなっていう気はするんですよね、うん、だからやっぱりこの3枚で持った時の、クオリティがやっぱりスウェーデンも、僕ね、この3人が持った時狙ってたと思うんで、結構ガッとで、やっぱりパスブレるんですよね。で1回ね、前半で2回ぐらい高い選手がここら辺で持ち上がった時あったんですけど、これはいい形だと思ったんですよ。要するに2枚残しの、多分まあ2人で対応できるのかなって判断したのかな。でだいぶ高いし、こうしたときには、だいぶね、チャンスになりかけたんですよ。で、これが、なんかね、最初の
2試合ぐらい、コスタリカ戦、スペイン戦もそうだった、スペイン戦はしょうがない、スペイン戦もそうだったかな、3枚が必ず残って、1枚もったいないなっていう、余ってるなっていう局面もあったので、もっとこう、センターバックの攻撃参加ができるほどのクオリティが備わっているセンターバックが出てくると、うん、あれかなと思いますね。この全体に、もっと攻撃の幅が広がるし、この、2人の負担も軽減されるかなと。で、ここはね、やっぱりもう一度ね、熊谷選手は個々の成長がチームの成長につながると言ってる通り、これもうね、個人戦術の向上でいくらでもレベルアップできるメンバーかなと思いました。うん、正直。うん、ですかね。うん、いや、でもう一つね、このなでしこジャパンのいい点を言えば、やはりチームとしての結束力はすごいあったと思います。やっぱり長い合宿を組んだ成果というか、先発組途中から出場する、まあ、コンスタントに出場する組、基本はベンチ、多分3段階に、だいたいこういうとワールドカップとかってだいたいそういう立ち位置ができるんですけど、その立ち位置をそれぞれがのメンバーが受け入れ、チームのために戦う、うん、これはすごいできてたんじゃないのかなと。いろいろ僕も現地に行ってたからね、そこまで正確な情報は掴んでないんですが、特派の、渡辺記者の記事を見たり、それこそチームカムを見たりすると、そういう雰囲気を出してて、やっぱチーム結束する上でそういうのはねすごい重要ですよね。うん、熊谷選手がこれから抜けたらどうなりますか。うん、いやでも基本最後のワールドカップなんじゃないのかなと、個人的には、本人のあれは意向はわからないんですけど、ただ、うん、抜けても、この辺が引っ張ってくでしょう、間違いなく。うん、だって清水選手もう2回目でしょ、ワールドカップね。うん、でしょ、うん、引っ張ってくと思うんだ。別に熊谷選手がその本人の実力とかじゃなくて抜けて、いやー痛手ですねとは個人的には思わないですよね。うん、育場さん、海外行ってでかい選手と、やり慣れた方がいいでしょうかね。うん、結論から言うといいですし、多分うん、その流れになるんじゃないのかなと。やっぱその根拠は、やっぱ彼女、長谷川選手、この大会のチームは良くも悪くも長谷川選手のチームだと思います。やっぱりスウェーデンとかノルウェー相手にも、まあスペイン相手もそうですけど、やっぱちょっと一人別格だったかなと。うん、どの局面も落ち着いてるし、だがなんだろうな、ちょっと乱暴な言い方すると、長谷川選手のパスセンスやこの展開力に周りの選手は少しついていけてないのかなっていうシーンもやっぱいくつかありました。うん、やっぱそれほどちょっと存在感も技術的にも抜けてきた、抜けているし、だから長谷川選手が 2,3 人いたら、ていうか長谷川選手の思考を持っている選手がいたら、もっと多彩な攻撃ができたと思います。要するに長谷川選手は体のこうなんだ、フィジカル的に自分は劣ってるなと思っても、
クイックネスだったり、もうアジリティとかで上回れる。で、そういうボールの持ち方もしてたし、相手が嫌だなったところにもボールを出していた。ただそれに反応ができてないっていうのが現状だったと思うんですよね。そうだ、1233かな、前からそういう指摘はあるが現状なかなか変わらないなって、うん、でじゃあそれを変えるためには多分これ欧州でプレーする選手間違いなく増えるんじゃないかなと思います、うん、これはね避けられないと思うんですよね。だって清水選手だってやっぱりね自分に足りないものを求めるためにプレーあのイングランドに行きました。でやっぱり今大会東京五輪やその前のワールドカップに比べればやっぱりプレーの強度だったりはそれより上がっていたと、うん、だから多分出ていきますよ、うん、いやだから宮澤選手だったり藤野選手だったりもうね多分世界で戦うにはもっとこうこの強度かっていう、だこれってだ昔の男子の日本代表と一緒ですよね、うん、だからもうそれが今もうなでしこジャパンにも来てるっていう、でもこれはねもう避けられないですよね、うん、うん、宮沢ひなたもね海外だと思いますよ、うん、ね、杉田選手がボランチだったりだからもう一個は例えば長谷川選手をこうして、ね、こうするしたらどうっていう考え方もあったと思うんですけど、ここだと相手に僕は捕まりやすいと思いました。相手からすればやっぱり後ろから前の2人がいて前の3人がいて後ろから出てこられる方が捕まえにくいと思うんで、長谷川選手のボランチ起用っていうのはもう良かったと思うし、彼女が前に出てくるからこそ相手も捕まえにくいし守備も相手の守備も乱れたのかなっていう感覚は持ってます。うん、とね、だからこうあれなんですよね、321ネドベドさん、あ懐かしいなネドベド。日本サッカー界全体がねフィジカル形式が悪い影響はまだ残ってるが、メキシカスピンを手本にしてフィジカルで劣るのを人種選手が敗戦で出るということも、時間がフィジカルに対する意識があって、なでしこのフィジカルに対する意識を上げていくのが大事。これね僕ね大元勘違いしてもらいたくないのは、メキシコ人やスペイン人フィジカルめちゃくちゃ強いですからね、ああめちゃくちゃ強い上にめちゃくちゃうまいんですよ、うん、だこれねだ僕日本がスペインやメキシコを見本にするっていうこと自体ちょっとミスリードだったんじゃないかなと、うん、いう気がしてますね、うん、熊谷アンカーの長谷川長のインサイドハーフはアンカーか。アンカーそれなりに体力というか、うん、上下動を求められるから、なかなか、ここから一個上がるのは、なかなか熊谷選手しんどいという気がしてます。うん、あれだけセンターバックを長年やってきた人か、前のポジションに行くと。うん、ああ、綾香さんね、改めて、もうすでに話されていたらごめんなさい、なでしこが優勝するにはどのあたりがなかったんでしょうか。改めて言うと、強みを、まあ、2人、長野、長谷川というこのダブルボランチ、日本最大の強みを潰された時の事前策に乏しかったかなと、一言で言うとね。まあ、あとは、前からのプレス
と、うん、だから簡単に言うと戦術の幅が少し、僕はスウェーデン戦に限れば、幅がなかったかなと思っています。だから結局はスウェーデンみたいな本当に真の強豪国って言っていいのかな。ああいうことを戦うとやっぱね、日本の弱点っていうのは見えますし、やっぱその弱点を突かれてもさらにその上を行く、弱点は弱点でいいですけど、その強みで相手の上に行くことができないと勝てないなと思いました。スウェーデンはその強みをもう本当に全力で出し切って、日本を、なんだろうな、もう相撲で言うとね、もうだから、なんていうのかな、もううっちゃりじゃないですか、なんて言えばいいんだろうな、こう、もうね、寄り切ったというか、うん、パワーでね。っていう気はしますよ。そうですね、365プラネさん、戦術だけでは限界があると思う。僕はそもそもあんまり戦術っていうものをね、最重視してないんですよね。やっぱり実際戦術がベースにあった方がいいと思うんですけど、やってる選手からして、じゃあね、俯瞰的にこのフォーメーション、相手のフォーメーション見えてるかって言ったら絶対そんなことはないし、よりその場での状況判断が本当に大事になってくるし、じゃあ相手がこう来たね、じゃあどうするっていう臨機応変さですよね。もうだからその個人戦術っていうところの方がチーム戦術より重要かなという気はしてますけどね。まあ、あとは本当にね、もうなんだろう、ポゼッションとか、だからスペイン戦はなんかポゼッション8-2とか言ったけど、もうどうでもいい、どうでもいいですわと思ってて、それよりやっぱ切り替えの速さと質、かなと。だってスペイン戦それで勝ったようなもんじゃないですか。だから、高川河合さん、戦術フォーメーションだと思ってるんですか？いや、そうとは一言も言ってないし、そうとも思ってないな。そうね、身体、第一応援隊さんに言うと、身体能力含めた個ね。だから、やっぱりスウェーデンは、日本の強みをちゃんと消した上に、要するに、ちょっとスウェーデン戦にね、話が偏って申し訳ないですけど、ここを潰した上に、後半途中までですよ。で、しっかりロングボールでチャンスを作って、セットプレーから2本点を取った。もうこれは明らかに戦略勝ちだと思うんですよね。で、なんだかんだそれで1点は返されたけど、そこからなんだかんだ守りきるこの精神的なタフネス。なんだかんだ最後は勝ってるってこの現実もね、忘れちゃいけないですよね。それだけこう、やっぱ経験、アメリカを破った意地。っていうところも見えたのかなと、やっぱ思いますよ。最後、あれだけこう、なんだろう、飲まれてもおかしくない状況でも、最後は、なんとか、競り勝つっていうところ。相当精神力というか、メンタルは強いチームだなと思うんですよね。そうですね。中西もそうかな。日本選手は切り込みはチャンスになるところで前に行かないですね。なんですが、一つやっぱりここをね、使う意識もなんか薄かったですね。なんか、こう行くんですよね。こうじゃなくて、一回藤野選手が
コスタリカ戦で言ったようなあの場面をもっと増やせばいいのに、で本当になんで基本的なことを言うと、これね、こんな配信で言うと視聴者の皆さんにそれ知ってるわって言われるけど、だからここやっぱシュートは、まあ、基本的には浮いたボールよりゴロの方がいいですよね。でまたはこの横から来るボールよりここからこう来た方がシュートはしやすい。だからそういうこう基本的な思考、どうしたらパサーからすればどうしたら味方がシュートを打ちやすいのかっていうところを改めて考えてもいいのかなと思うんですよね。結局どうゴールに向かえば効率よく点が取れるかっていうことを改めてね、考えるいい機会だとは思うんですけどね。ただね、これから僕はね、頑張ってほしいのね、サポートメンバーに入ってる谷川さん。彼が、この選手がセンターバック真ん中とかに入ってもいいんじゃないかなと勝手に思ってます。もうこの選手は、もうね、千葉合宿見たときから、もうこのメンバーに入ってもいいかなと思うぐらいのテクニックと展開力はありました。谷川選手がな、何かこの2人を有効活用するキーマンになってくれないかなと勝手に、谷川さんね、セットプレーもできるしね。そうですね。で、編集長に質問です。徐々に前、いやー、これ俺分かんないな。3-1、3-2-1にどういうさんの質問、ちょっとこれはね、なんだろう、ちょっとデリケートだな。あんまりこれ選手にもね聞けないことなんで、ちょっとこれはあれでしたね。見てないけどどんな感じで、なんだろう、前半エニックさんに言うと、前半やっぱりスウェーデンに強みを出されてセットプレーでやられ、後半もそのセットプレーでやられ、最後日本は巻き返しましたけどあと一歩及ばずと。ただ僕は原稿書いたのは力負けだったかなというあれですね。いや、そうなんですよ。ボランチ、本来はね、ボランチなんですよ、多分。ボランチなんですけど、この2人はね、だアンカーじゃないですか、使うんだったら、アンカー。でも、今更、フォーバックにするのかな。遠藤選手、フォーバックにしたりして、しないか。ね、どうですかね。いや、こればっかりはちょっと、そうなんですよね。10月からパリ五輪予選が始まって2枠なんですよね。すいません、2011年に日本が優勝できた優位性は、もうこれは一つはっきり言えるのは、でも、浅川さんたちも言ったけど、団結力とあと勢いです。僕はやっぱグループリーグ3戦目でイングランドに負けて、ね、決勝トーナメント1回戦、あの時はベスト8も準々決勝は、ドイツ、ここがポイントで、ドイツ戦の勝ち方が最高すぎて、だからもうそこから完全勢いですよね。もうまあ戦術云々の話じゃないと思いますよ、あれ。あれでもうな、丸山選手の劇的な勝ち方して、もうあとはもう、ドイツに勝ったなら、開催国で優勝候補、多分ね、アメリカと並ぶ優勝候補だったんで、
もうこれ来たら行くでしょう的な。感じだと思いますけどね。だからサッカーって勢い本当に大事ですからね。運も実力のうちですからね。そう。あのゴールは本当尊敬しかない。何回見てもね、涙出てくるもんな。で、だから結構この予選っていうところで、あれですよね。あとは、なんだろう。これから僕がヨーロッパ出ていく人が増えるんじゃないかっていう懸念しているのは、ウィリーグの今後、どうなっていくかっていうところですよね。ウィリーグ、正直正念場だと思いますよ。今大会のベスト8で、ここが、正直、なでしこブームになりかけたところで終わっちゃったので。ウィーリーグが、今季のウィーリーグが盛り上がるかどうかは正直、運営側次第だと思ってますよね。これ、僕だったら、なんだろう、いろんなチームありますけど、もう完全になでしこジャパンのメンバー、を全面的に押しますね。というか、各メディアに、もう、むしろこの選手、この日、ちょっとインタビューセッティングするんで、ちょっとお願いします的な、テレビも含め、もう、無料でやってくださいというぐらいなことは、でも考えてるな、それぐらいはな。だから、ここはだから、ね、宮澤選手だったり、藤野選手あたり、猶本選手もね、なんか、うまく選手を使うプロモーションっていうのは、いくらでもできんじゃないのかなと思うのは、考えられるんだけどな。だからここが難しいですよね。だから皆さんがどう思ってるかですよね。だから、なで、結局ワールドカップ中は盛り上がるじゃないですか。盛り上がって、ね、よくヤフコメとか見ても、なんか大会の時だけメディアも取り上げやがってみたいな言い方をするけど、それは需要があれば取り上げますよという、ことだと思うんですよね。で、需要がなければ、それは仕事ですから、シビアな部分はありますよね。なんだろう。だから、ウィリーグも取り上げて、例えばサッカーダイジェストが売れるんだったら、いくらでも取り上げると思いますけど、だから、ね、そこにじゃあ、かけるのかかけないのかっていうところですよね。そうなんです。だから、加古学さんが有力な選手を欲しに行くらい、そうなると ED が厳しい。だから、なかなかね。ああ、でもね、ウィーリーグの YouTube ね、今日僕ちょっと見たんですけど、登録者数がね、2万弱ですよね。あれ、もう少し伸ばせる方法はあります。ね。あ、ユニクスさん、ありがとうございます。これがね、だからアステルさん、世論を作るのもまたメディアの責務じゃないですかねっていうところ、ここは非常に難しいところですよね。いや、でもこれはでもね、一番はでもウィリーグの運営だと思いますよ。
僕たちはじゃあそのサッカーっていう、いろんなサッカーって言っても J リーグ、V リーグ、ヨーロッパのサッカー、じゃあその中で何を取り上げれば読者に関心を持たれる、そういう考え方ですからね。じゃあ、じゃあなでしこジャパンベスト8、感動しました。じゃあ増刊作ります。どれだけ買う人がいるんだっていうところだと思うんですよね。だってそれで V リーグが面白いイベントやって、そうすれば多分メディアは、お、面白そう、ちょっと記事にしてみるかってなると思うので。というところだと思うんですよ。だから難しいっすよね、ここはね。だから結局結果っていうところは本当に、なでしこ、ちょっと話ずれちゃうんですけど、なでしこジャパンの試合の結局結果出ないと意味がないって長谷川選手も言う通り、あ、久さん応援プランありがとうございます、ご加入。だから僕たちも この前もちょっとね、権田選手と話したんですけどね、結局、自己満足で終わってたら意味がないっていうね、話をしてて、本当にその通りで、じゃあ僕が記事を書きました。ああ、いい記事書いたなって思ったって意味ないんですよね。皆さんに読んでもらって、皆さんの評価あってのもの、それが受け入れられなければ失敗だし、そんなもんなんですよね。だから結局近いところで言えば、じゃあコンビニ行きました、ね、おにぎりコーナー行きます、じゃあその生産者の顔を浮かべて買う人って正直ね、作った人以外いないんじゃないのと思うし、そんな作り手の頑張りを考えてまで商品選ばないでしょと思うんですよ。美味しそうだな、あ、これ食べてみようかなっていう、そういう欲というか、心を惹かれたら買うとかって、そういう心理だと思うんですよね。だから話を戻せば、だからやっぱり僕は運営が、ウィリーグの運営側がどうこう展開していくのかなっていうのはちょっと気になるところですよね、ここは。ああ、いいんですよ。XK さんの言う通り、こういう方良くないかもしれないけど、アイドルはタレント性のある選手が出てくれば、それだっていいんですよ。入り方が、そこから入って、他の選手、あ、こんな選手もいる、この選手、うまいなって、これもう、他の配信で言ってますけど、結局多分ね、サッカーに興味を持つ入り方って、多分、そっちの方が、大きかったのかなと思うんです。大きいと思うんですよね。感じはしますよね。そうなんです。河原せんべいさん、そうなんですよ。もうね、とにもかくに、試合見てもらうところまでどうやって持っていくかなんですよ。そうですよ。第一応援団さん、J リーグもね、もうみんな、だって僕だって、ベビリー川崎を見たくてチケットを取って開幕戦行ったりとかしてたわけですから。そうですよね。金川さんに海外のスター選手を獲得するとか。だかいいですよね。だ今大会はだワールドカップで他の国も見てる方はいると思うので、そしたらあの選手かってなるので。そう、第一思います。カズが好きだからサッカー見てたら、そういうもんですよ。ヒデが大好きでサッカーが好きになりました。そういうもんですよ。僕だって、マティアス・ザマーが大好きで、ユーロにね、見せられた男ですから。みんな、でも入りはそうじゃないですか。だから、そこは大きなヒントになると思うんですよ。だって、今回、ウィリーグのクラブに在籍している選手も出てたわけだし、だからこそ、そういう選手をすごいプロモーションに、まあ、使って、間違いなく使うだろうけど、
そうやってやっぱ盛り上げる、せっかくチャンスなんでね、頑張ってほしいですよね。だから一方で、でも、欧州、ヨーロッパに行く選手は増えると思います。もうこれは、この流れは変わらないと思いますよね。で、それはやっぱり、なでしこジャパンの強化と WE リーグの活性化は、ちょっとこれは、両輪にはならないというか、難しいですね。なんか、天秤に乗っちゃうのかな。欧州組が、天秤っていうか変だな。欧州組が増えたら、やっぱり WE リーグは損失になってしまうんでね。難しいですよね、これね。だから僕はね、ちゃんとこの、もちろんアイドル的な存在っていうのもありますけど、今大会に関しては、やっぱこの、そういうところだけじゃなく、やっぱり、サッカーの技術だったり、なんか違う部分も考慮した見せ方は、あるかなという、その、アイドル的な存在は悪いわけじゃなくてね。もうね、大事と思うのは、これはね、もう難しいんですよ。このね、日本っていうのは娯楽がありすぎて、難しいです。正直、その中でサッカー選ぶって、なかなかなもんですからね。逆に谷川さん、欧州のどこに行くんだろう。もういずれは行くだろうな。今引き抜かれても。おかしくないしな。負けても応援したくなるサッカーで感動させてほしい。どうかな。どうなんだろう。これ賛否分かれるんじゃないですか。やっぱり負けちゃうとな。負けちゃうと。いや、だから僕は、これまたあれ、非機会で言われる。男子の、だから今回カタールのベスト16でクロアチアに負けたことに関しては、何も感動もしてないんですよ。結局ベスト8行ってねえじゃんっていう、もう、これで完結させてるんで、自分の中では。でも、今回の、要するに、だなでしこジャパンのこの結果に関しても別に冷静ですよ。まあ妥当かなと。ただ、結局、この結果、ただ内容は東京五輪よりも良かったし、希望を抱かせる。要するに、ね、パリ五輪に向けては、ちょっと期待できるんじゃないっていうところはあったんで、そこからどうすべきかっていう。第一問、果たして今回優勝したらブームとなっていたのか、一時的なものだと思います。これあくまでも僕の感覚ですけど。これが WE リーグに、多少見に行く人は増えたとしても、1年、2年続くもののブームにはならないと思っていますよ。難しいですね。このフットサルもそうですけど、フットサルをやってる人は増えるけど、フットサルをこうプロとか見る人は、ね、まだマイナーリーグから出してないんじゃないのかなと思うし、ここはね、プレイヤーと視聴者のところも差がありますよね。だから難しいですよね。ああ、そうなん、FD、ごめんなさい、勉強不足であれだけど、FD が観客数減ってるんだ。難しいですよね。五郎さん、WE リーグ正念場とはどういう意味っていうところは、一つここが盛り上げる、タイミング、いいタイミング、ただこのタイミングを逸するとちょっと厳しいぞっていう意味での正念場です。あ、そうですね。鈴木あずさん言うて、こう、一人ね、1300万円ぐらいもらえるっていうのは、これすごいポジティブな、ワールドカップでこれだけ勝ち上がれば、選手として、こういうふうにもらえますよっていうのは、すごいいいことだと思います。なんか、夢が、
ね、できたっていうか、ここ目指そうって、ね、なると思うんですよ。もしかしたらこう1300万円、そんな、ね、そこまでじゃないでしょって言うかもしれないですけど、僕は見た感じ、あのニュースを見て、すごい良かったと思いました。ああ、やっぱり報われ、ベスト8まで行ったっていうところ、ある程度報われてほしいなっていうのは、こういう形として、ね、現れたのはすごいいいことだと思いました。彩香さん、ふんわりじゃなくなってきてるところがまたいいですね、社長。いや、ふんわりでしょう。結構今日もなんかいろいろね、クレーム来たし、まあ別にクレームが来たところで全然動じないんですけど、まあこんな感じで、ちょっと今日はね、緊急生配信ということで、ちょっと話題が冷めないうちに、ちょっとやっておこうかなと、いうところでした。さあ、なでしこのこの冒険がちょっと終わっちゃって、次回からのふんわり解説どうしようかなと思ってますね。いやー、三笘選手も久保選手も得点に絡んでましたね。ああ、佐野選手ね、オランダ移籍ですね。そう、エヌクスさんね、基本一人でやります。第一応援対策、9月の推し遠征、そうですね、ちょっとこの推し遠征については、収録ものなんですけど、今週ちょっとね、飯尾さんに来ていただいて、いろいろ話してもらってるんで、またそれは動画を配信していきたいと思います。ああ、ウーさん、アーカイブ見てください。そんなね、総括っていうほど総括してない、ふんわりな感じですね。というところです。また皆さんね、いろいろコメントをいただけたらと思います。なんかいろいろね、コメントなかなか一人だとね、拾いきれないんで、すいませんが、そう、鈴ヶ さん、本当ふんわりです。ふんわりいきます。じゃあ今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さん、それではさようなら。